さて、やっていきますか。ブレンダー 4.2 LTS リリースされました。やったー。この LTS っていうのはね、ロングタームサポートの略でして、2026年の7月まで最大2年間ね、何かバグが発生した場合は修正の対応が行われますよって意味ですね。でね、新機能の追加だとか、既存の機能の改良だとか、本当にね、頻繁にアップデートの行われるブレンダーなんですけれども、今回のアップデートは特にド派手というか、目玉となる機能がね、まあ、2つほどありますので、その他のね、細かいアップデートも含めて新機能の方皆さんで一緒に見ていきましょう。はい、書いてある順番からするとね、ちょっと前後しちゃうんですけれども、エクステンションズっていうね、機能からね、見ていきましょう。これがね、本当に今大きなアップデートだと思います。ね、今まで皆さんね、使っていたアドオンと、あとテーマですね、まあ、ブレンダーの色を変えるやつですね、あれがね、エクステンションズっていうものに統合されたっていうね、アップデートになります。まあ、実際にね、どういうものかっていうのも、ブレンダー立ち上げてね、見ていくとすると、プリファレンスの画面からね、まあ、今まで使ってたアドオンの画面はそのままあって、これも今まで通り使えるようになってるんですけれども、このね、Get Extensions っていうタブがあります。ここクリックするとね、もう、これね、立ち上げるたびに、ブレンダーのね、サーバーの方につないで、そちらにアップロードされてる、ね、アドオンにね、アクセスできて、そこからインストールするっていうことが可能になります。で、まあ、例えば一個ね、この一番目の全 UV チェッカーっていうのを見ていくんですけれども、まあ、これインストールって押すとね、まあ、もうそのままインストールできて、まあ、今までみたいになんかこの ZIP で、こう開いてインストールするみたいなことしなくてもね、大丈夫だということですね。で、ここ、ビジットウェブサイトっていうのを押すと、こんな風にね、まあ、なんだろうな、まあ、最近ね、よくこういうストアみたいなのってね、よくあるじゃないですかね。まあ、どれも無料なんで、まあ、ストアっていう言い方はちょっと微妙かもしれないんですけれども、まあ、このね、サムネイル付きで、いろいろこう説明があったりだとか、あとレーティングね、ユーザーの評価なんかも書かれているね。まあ、こういったことはね、まあ、なかなかそのブレンダーの中で完結っていうよりはね、ウェブサイトの力を借りる方がね、スムーズかと思いますが、まあ、こんな風にね、まあ、サイト上でね、いろんなね、このアドオンどんなものがあるのかなっていうね、まあ、カタログ的に閲覧することができるってわけです。で、まあ、このね、ウェブ上で何かいいものを見つけた場合は、ここね、Get Add-on っていうのを押すと、まあ、こんな表示が出るので、これをね、ドラッグ&ドロップして、ブレンダーの方に持ってくると。これだけでね、またこれインストールが可能になりましたって。こんな風にね、便利に使うことができるんですよね。でね、まあ、ちょっとじゃあ、ブレンダーの方に追加されたのかっていうのを見ていくとすると、はい、ここ全 UV チェッカーっていうのがあるので、まあ、これを使ってね、こんな風に UV をチェックしていけるって、そういうアドオンになります。はい、こんな感じでね、新機能の方をね、どんどんウェブサイト上で見て、使えるようにするっていうこともできるし、まあ、プリファレンスの画面から選ぶようにもできると。今までのアドオンよりもね、圧倒的に使い勝手が良くなっていますと。まあ、今までもアドオンっていうのはあったんですけれども、じゃあこの新しくね、エクステンションズの方に統合されたアドオンっていうのは、何が違うのかといえば、まあ、今見てきたようにね、サイトの方で、画像、ビデオ、ユーザー評価によって、詳細なね、説明が見れますよっていうことと、あと、現在及び将来のね、リリースのバージョンの完全な履歴っていうのがありますよと。
それからね、まあ、これが大きいと思うんですけれども、コミュニティのね、レビューと承認のプロセスが入るので、ここで承認が下りないと、このエクステンションズの中には、入りませんよというところで、まあ、かなりね、信頼のおけるアドオンになってるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、さっきやったようにね、ドラッグ&ドロップで、インストールができますよと、いったところでね、まあ、より使いやすくなっているものかと思います。それからね、こちら、アドオンズっていうところをね、テーマに切り替えて、使うと、まあ、こんな風にね、このブレンダーのカラーを変えることができるのが、まあ、いっぱいダーッと出てくるんですけれども、まあ、例えばちょっとじゃあ、グリーンオリーブっていうのをね、インストールしてみますかね。で、はい。こんな感じで、なかなかね、こう気分を変えるにはね、いいんじゃないでしょうか。まあ、ね、まあ、好きな人はね、今までも触ってたと思うんですけれども、まあ、今回ね、こういう風に気軽に色を変えられるようになったので、まあ、皆さんね、ちょっとまあ、いろいろ気分を変えるためにもね、使ってみてください。おっと、なんだこれ。なんか、僕ちょっと知らないワードなんですけれども、なんか、マヤっていうのがありますね。ちょっと入れてみますかね。うん、どうなるんだろう。うわはい、次に、イービーの話ですね。これもね、かなり、インパクトのあるというか、まあ、今回のね、アップデートの中で目玉となるね、まあ、注目すべきトピックですよね。次世代のレンダリングエンジン、イービーが登場しましたと。グローバルイルミネーション、ディスプレイスメント、より優れたサブサーフェイスキャタリング、あとビューポートモーションブラーなどね、実現するために完全にね、ゼロから書き直されましたと。いやーね、なかなか大変なプロジェクトだったんでしょうね。はい。で、ね、細かいところを見ていくと、太陽光の照明がね、まあ、扱いやすくなって、クオリティも向上しましたよっていうことと、あと、ディスプレイスメントですね。まあ、こうやってね、こう、なんだろうな、メッシュがこう、モコモコってする、やつでね、細かいディテールが表現できる、もの。それから、サブサーフェイススキャタリングの、クオリティの向上ですね。この光が物体の中に入り込んでこうね、いろいろこう散らばりながら進んでいくっていうやつ、それから あとなんかこうね、イービーって今までこうビューポートをこうぐりぐり動かすとね、こんな風に、ね、まあなんか前の残像が残ったりしてたんですけれども、まあスムーズに動かせるようになりましたよっていうことと、あとビューポート上でもね、モーションブラーが表示されるようになりましたっていうことですね。はい。で、まあその他にもね、こういろいろ細かいアップデートもね、たくさんあるみたいで、ね、まあ完全にね、ゼロから新しく EV を作り直したっていうことなので、まあ今までのね、プロジェクトじゃあどうなっちゃうんだっていう疑問なんですけれども、まあほとんどのものはね、特に意識することなくそのままね、4.2 の方にね、移行できるみたいでね、まあなかなか安心できるんじゃないかなと思うところなんですが、なんか細かい部分ね、制限事項とかちょっとあるみたいで、新しいね、EV の方にね、適用させるにはね、まあ、こっちの方の細かい部分、ちょっとね、サイトの方に書かれて、やり方が書かれてますんで、まあ、かなり上級者向けになると思うんですけれども、EV ね、細かく使い込んでる人はね、ちょっとこちらの方を見てみてください。はい、EV だけじゃなくてね、サイクルズの方も、表現力、処理速度ともにアップデートされていますと。はい。で、まずはね、レイポータル BSDF っていうものがね、新しく追加されまして、これはね、何かこのシーンのある一角、この中に別のシーンをね、こう、レンダリングしてそこに持ってくるっていうことが可能になっているようですね。だからこういう風にテレビの画面だとか、あと、ポータルみたいなものをね、表現するときに使うらしいです。はい。で、白膜干渉をね、こんな風にシャボン玉を、みたいなものをこう綺麗にレンダリングするっていうことが可能になりましたっていうのと、あとは、ソフトボリュームね、
ボリュームのサンプリングがね、改善されていますと。ノイズが少なく高速になっているみたいですね。あとブルーノイズっていう機能もありまして、これはなんかノイズを低減するのに使われるのかな。はい、そんなところで、ね、その他にもね、いろんなアップデートが入っておりますと。クロノス PBR ニュートラルトーンマッパーね、これはね、クロノスっていう、まあ、OpenGL とか開発してるグループがあるんですけれども、そちらの方が開発した新しい PBR の、ね、トーンマッパーをブレンダーの方に組み込みましたっていうお話ですね。これが新しくなったトーンマッパーを適用したところで、まあ、今までの、ね、標準のものと比べると、まあ、なかなか見た目が、ね、良くなっていることがわかるかと思います。ポリラインっていうものがジェスチャーファミリーに加わって、多角形の形状をね、素早く作ることができるようになりましたっていうアップデートですね。それからトリム、フェイスセット表示でラインジェスチャーがサポートされるようになりました。はい、次、ブレンダーのベンチマーク。いや、これなんでこのね、4.2 の新機能のページに載ってるのかっていうのはちょっと微妙なところなんですけれども、ここね、クリックしてダウンロードして、それを立ち上げるとね、まあ、今自分が使ってるマシンのね、ベンチマークが測れて、その結果をね、ブレンダーのサイトの方にアップロードして結果を見れるっていう、まあそういうものになってますね。はい、次、ジオメトリーノードの更新。マトリックス用の全く新しいソケットタイプ。これはあれかな、まあ、ここにパラメーターが切り出されてますけれども、ここに書いてあるこのね、ノードを使うとこんな風にね、モディファイヤーの画面からね、簡単にパラメーターを切り替えられるっていうことなのかな。あとはマウスでクリックした場所をこのノードで、取得できるようになったので、こんな風に、今自分がクリックしたところからこの破壊して切れ目を入れるっていう、ね、まあ、そういう使い方が可能になったっていうものですね。まあそんなもんか。その他にも細かいアップデートもありますと。まあ、ジオメトリーノードはね、毎回のように更新されて、どんどん面白い機能がね、追加されていっていますよね。はい、ブレンダーでね、動画編集する人ね、シーケンサーの UI がね、より美しく使いやすくなりましたよっていうアップデートですね。まあ、角丸になって、この切れ目がわかりやすくなったよっていう風に書いてあります。まあまあ、そんな大した、アップデートじゃないのかな。あとは、こちらは、ソースファイルのリンク入れとかになってると、赤いアイコンが使用されるようになりましたよとかって書いてあるの。まあまあまあ、そこまで、強調するような話でもないのかな。でもまあまあ、UI がね、使いやすくなるっていうのはね、大事なことですよね。はい、他にも細かいアップデートがたくさんあります。はい、インダストリーレディー、これはね、まあ、アップデートっていうよりもね、アピールみたいなもんなんですけれども、これね、なんか最近のこの僕の動画だとなんか毎回説明してるような気がするんですけれども、VFX プラットフォーム2024っていう、まあ、企画がありまして、まあ、Python だとかね、その他いろんなね、ライブラリーとかね、そのブレンダーを作るのに使われているものっていうのを、まあ、その業界標準に統一することで、まあ、バージョンを合わせることによってね、まあ、いろんなソフトウェア間の行き来をね、しやすくしましょうっていう動きに、準拠しておりますっていう、まあそういうね、お話です。
はい、コレクションエクスポーター、いやこれね、なんか後の方に地味に書かれてるんですけれども、割とありがたいアップデートなんじゃないかなと思います。今までねブレンダーで作ったデータを他のファイル形式にエクスポートをしようかなと思った時に、いちいちねエクスポートの画面からいろんなね項目を設定して、それでエクスポートをしてたと思うんですけれども、これはねその設定を保存できるようになったっていうことなのかな。まあこれね、そのね、まあ、ゲームとか作ってる人ね、よく FBX でエクスポートしたりとかって、するでしょ。その時にねこちらの方の機能を使うとね、便利にエクスポートできるかと思うんで、ぜひ活用してみてください。はい、次 USD ユニバーサルシーンディスクリプション、これね、Pixar の開発している 3D のファイル形式なんですけれども、こちらへの対応がね、一生懸命行われているところです。まあ、現状ね、みんな文句を言いながらね、オートデスクの支配下にある FBX っていうファイル形式を使ってるっていう状態ですよね。だからまあなんとかそのね状況を打破すべくブレンダーの方でもね、USD への対応を頑張って進めているところです。最近のブレンダーのアップデートだとね、毎回これ書かれていて、細かいところがどんどんね、機能追加されるというか、USD に対応をしていってるみたいで、まあこれもね頑張って進めてほしいですよね。その他ねアレンビックだとか GLTF だとか、まあそちらへの対応もね、一生懸命進めているよっていうところらしいですね。はい、次テイクアウェイっていうことで、日本語に自動翻訳すると取り除くっていう、まあよく わけわかんない表現になっちゃうんですけれども、まあブレンダーね、まあ最初からね、ポータブルで持ち運ぶことができましたと。しかし 4.2 ではね、さらにそのね、レベルが上がってね、独自のね構成をいろんなところに持ち運ぶことができるようになりましたと。ブレンダーのね実行ファイルのね、横にポータブルっていう名前のフォルダを作成していくこと、して、おくことで、最初にそのねフォルダを読みに行ってね、設定が適用されるっていう、まあそういう風な仕組みになったみたいですね。はい、そしてね、今回も熱いメッセージ、ブレンダーはこれからもいつまでも永遠に自由であります。まあ、自由ってね、まあ、これ自動翻訳なのでまあ、こういう風になってるけど、まあフリーね、無料って意味なんでしょうね。はい、そんなわけで、寄付のお願いと、あとねアートワークの方ね、今回この海の中の絵がダウンロードできますと。でもっともっとね、本当に細かいアップデートを見たければこちらをご覧くださいっていうところで、あとね、まあ冒頭でも言った通り LTS は長期サポートっていう意味で、2年間の修正が提供されますっていうお知らせで、まあこれでまあ終わりかな。はい、そんなところでした。はい、そんなわけでね、今回もワクワクするようなね新機能が目白押しです。まあ、特にねエクステンションズの方ね、一番最初に説明したやつ、あれはねまあ、皆さんねぜひね、まずはサイトの方をね、見てどんなものがねあるのかっていうのをね知るだけでもね、楽しいと思います。はい、そんな感じで、皆さん楽しんでください。それじゃあまたね。